去年末から全国から注目を集めています岡山旋風についてです。はい、その牽引役となっている M1 王者が昨日岡山に凱旋。岡山市内のイベントに登場し、あの毒舌漫才で会場を盛り上げました。ラーメンにはあるけど、そばにはない。ラーメンにはあるけど、そばにはない、うん、はい、わかりました。まだ1個目だ、ね、1個目で分かったから別にいいっしょ。早めに分かったから別にいいっしょ。じゃあどうぞ。正解は暑さ。あー、違いますね。そばにも暑いはあるんだね。あ、じゃなくて、店員の鬱陶しい暑さ。ラーメン店店主の必要ない鬱陶しい暑さ。いらっしゃいませじゃないんだよ、やめろ。恥ずかしいから。津山市出身のお笑いコンビ、ウエストランドです。去年12月に行われた漫才の日本一決定戦 M1 グランプリで18代目王者に輝いた2人が、優勝後初めて地元岡山に帰ってきました。昨日、岡山市東区の金霊山西大寺で開かれた節分祭のゲストとして招かれ、全国高校サッカー選手権大会で県勢初の日本一に輝いた岡山学芸館サッカー部の選手たちと一緒にイベントを盛り上げました。行きますよ、オッケーオッケー。はい。ごめんください。イベントに先立って二大王者をお祝いする優勝パレードが行われ、西大寺公民館から金霊山西大寺までのおよそ500メートルを練り歩きました。そうですね、すごいですね。ちょっと街に趣がありすぎて、なんか戦に出航して行ってる感じの気持ちになっちゃうんですよ。地元のやっぱり高校のとこなんで、やっぱここにもいっぱいたくさん人がいてくれて、はい、嬉しいです。もう外国人すごい。いやもういいね、本当にもう心が高揚して、もう嬉しい限りですよ。最大時が本当に有名になってほしいね、もっともっとね。今年もぜひ頑張ってくださいというような言葉もいただいたんで、今年もまた素晴らしい景色が見れるように、はい、また頑張っていきたいと思います。やっぱチャンピオンになって帰ってきた岡山っていうのは景色と違いました。そうですね、やっぱりチャンピオンになったからこそ見える景色。かっこつけんな。終わりです、今。ちなみに岡山県にあって、はい、他県にないもの。やってくんなそんなこと。ね、岡山といえばきびだんごですけど、こっからは我々ウエストランドにもしていきたいですね。岡山にあって他県ないウエストランドの地元っていう風にしたいですね。あ、それがいいじゃないですか。うん、口出してくんな、言ってほしいな。大盛り上がりとなったパレードから一夜明け、ウエストランドの姿は岡山市中心部の商店街にありました。まあ、ちょっと我々ポスター貼らせていただきます。ちょっと、はい、その理由は今月26日に行われるファジアーノ岡山のホーム開幕戦を PR するため、2人は店にポスターを設置していき、ファジアーノの J1 昇格への後押しを呼びかけました。ウエストランドの2人は去年のホーム開幕戦など2試合にゲストで登場。いずれもファジアーノが勝利を挙げていて、もしかしたらチームの守護神かもしれません。ちょっとね、昨シーズン本当に惜しいところで J1 昇格を逃しちゃったんで、今シーズンこそはっていう思いが我々もそうですし、多分皆さんもあると思いますんで。そうですね、もっとあるんじゃないですか、そのね。そうですね、なんでその強い気持ちを持ってね、我々もちょっとこう盛り上げに一役変えたらなっていう思いですね。我々に続けということでね。偉そうに言うな、絶対に。いやー、さすがチャンピオン、盛り上がってましたよね。うん、本当にすごい人でしたね。はい、そのウエストランドですが、今月26日に行われる清水エスパルスとのホーム開幕戦にゲストで登場し、漫才やトークショーで会場を盛り上げるということです。